始まるよ。どうもみなさんこんにちは、タルバック王女のアンドゥです。本日はこちらハッピーベイビーというゲームで遊んできてます。それではスタート。来ました、ステージ10、スーパースターの子だって。前めちゃくちゃかっこいいやん。お、イケメンハイトの間でできちゃった。世間に公表した方がいいかな。だっていや、これは公表するべきよ、しっかりと。はいはい、やっぱりね。おめでとう、お幸せに。ファンの温かな応援に包まれた。さすがスーパースター、しっかりと応援してくれるファンがいる。臨月が近づいた、どう産もうかな。だってどういうこと。そんなん普通に産むしかなくない。なんでだよ。元気に生まれたのはいいけど、なんか地味じゃね。さすがスーパースター、この程度じゃ満足できないぞと。じゃあこれジャグジーで産むってこと。そんなパワープレイする。ジャグジーで産んでどうするの。さすがトップ女優、なんかおしゃれ。水中分娩が大流行になった。そんな流行させんなよ。そろそろ娘の誕生日、プレゼントは何がいいかな。だってさすがにドレスとかでしょ。いやでもこの剣を与えたらどうなるのか気になるわ。こっち見てみたい。さすがスーパースターの娘、この程度では満足できねえぞと。じゃあ可愛いドレスをあげますか。シンプルにね。女の子はいつだってお姫様みたいな。あ、見て、私可愛い。私の娘が世界で一番可愛い。いろんな絵を。お、そろそろ仕事に復帰しないと。娘はどうしようかな。だって、え、あ、一緒に連れてくか人形さんをあげるかってこと。いや、一緒に連れてこう、かわいそう。はいはいはい、ママのかっこいい姿を見せて私も女優になるみたいな、そういう方でしょ。娘さんも可愛いですね。当たり前よ、誰の娘だと思ってるの。華やかな2世タレントへの道へ。もう約束されたね、道ができてるからね。お、愛され姫だって、いいじゃん、素敵。私はとある国の姫、幸せな結婚をしたい。あ、白馬の王子様と出会う。まさに姫のあるべき姿よ。僕と結婚してください。これはデスティニー、黙れ。ムカつくわ。子供を授かって幸せ、この嬉しさを誰と分かち合う。え、あ、タミか、誰。フーアーユーいる。いやでもタミだろ、そんな、あんな知らないね、フーアーユーに任せらんないよ。優しい女王様、ありがとうございます。国民から絶大な支持。すごっ、さすが愛され姫だね、レベルが違う。爪が生まれ無事5歳となった。そろそろ友達が欲しいところだね。だって、あ、なるほどね。いや、このイケスカライ王子か、タミとあれか、身分的に一緒だからね。え、バット、さすがにイケスカラすぎた。じゃあこの庶民の子供ってこと。確かに庶民と仲良くできてこその王よ。そういうことね。待って、私も行く。子供は平等だって。うわ、深い。愛と平和。姫の将来のために何か学ばせようかしら。なんだ左は、何かの先生と戦う。いや、自分の身は自分で守れってこと。うわ、どっちだろうな。いやでも多分英才教育でしょきっと。やっぱり来た。お母様、今までありがとうございました。学問もマナーも完璧な国民に愛され女、ん、愛され女王様の即位。かっこよ。じゃあ今日これで終わりたいと思います。バイバーイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。